こちら安田くんは杉本夏樹が苦手。これちょっとどういうことですか。これやっぱりドラマを撮影中ってバラバラですから、はい、被害者の名前が杉本夏樹さんっておっしゃったんですけど、その杉本夏樹さんに会ったことがなかったんですね。ほうほう。そうすると杉本夏樹さんという名前がこうどうしてもその芸能人の名前みたく思ってきちゃって、何回言ってもですね、杉本夏樹さんって言えずに山本美月さんとか杉本彩さんとか岡本夏樹さんとか全然違う人の名前を言ってしまって何回やっても杉本夏樹さんでも出てこないんですよね、岡本夏樹さんではないことは確かなんですよ。なんで出てきちゃうの岡本夏樹さん。どうしてもそのお会いしたことないんで、被害者の方とまだ、はい、どうしてもこういう形が見えてくるんですよ。どうしてもレースクイーンの岡本夏樹さんね。それを何回も間違っちゃったということでございますけども、さあということで、ね、そんな苦難を乗り越えて作り上げたです。